回は不動産の賃貸借の論点について学習していきたいと思います。で、今からお話しするのは借地借家法という法律についてです。で、この法律ができる前は不動産は貸す側の立場の人が力が強くて、土地を借りている人は地主が代わって立ち退きを要求されると建物を取り壊して泣く泣くそこを離れなくてはいけないという時代がありました。そこで不動産を借りる人を守るために借地借家法ができて、土地を借りる人には借地権という権利を認めることになりました。ただし借地借家法が言う借地権はあくまでも長く使う建物を所有することを前提としていますので、青空駐車場や資材置き場などにする目的での土地の貸借には適用されません。それから使用貸借や一時使用目的のものも適用対象外になっています。で、そもそもこの法律ができる前になぜ地主が変わるとその土地を出ていかなくてはいけなかったのかと言いますと、借地人が土地を借りているということを登記していなくて、対抗力を持っていなかったからです。で、なぜ登記しなかったのかと言いますと、それは地主が登記に協力してくれないからです。で、これは地主側からすると当たり前の話で、もし借地権を登記してしまうと、権利が協力になってしまって、借地人が借地権を自由に譲渡したり、また貸ししたりすることができるようになります。で、そうすると、地主が思っても見なかったような怪しい人が土地に住み着く可能性があるので、そうやすやすと登記に協力するわけにはいきません。で、このことは今も昔も変わっていません。で、そこで、借地人を守るにはどうすればいいかと考えたときに、登記をすることによって対抗力を得るのが難しいのであれば、他の方法によって対抗力を認めるようにすればいいということになりました。具体的には、借地権の登記をしなくても、借りている土地の上に建物を建てて、その建物について登記をすれば、対抗力を認めることになっています。なぜなら、第三者が登記記録を見たときに、土地の名義人と建物の名義人が違うということは、その土地は建物の名義人に貸し出されているのだということが簡単にわかるからです。借地借家法では、その他にも借地人を守る様々なルールがあります。例えば、一定期間地代を増額しない特約は有効ですが、一定期間地代を減額しない特約は無効となるなど、借地人に不利な特約は原則として無効になります。次は、借地権の種類についてお話ししていきたいと思います。借地権の種類は、更新がある借地権と更新がない借地権に大別することができます。まずは、更新がある借地権、普通借地権についてです。借地借家法が言う借地権は、建物の所有を前提としていますので、普通借地権を設定する際には、契約期間を30年以上としなくてはいけません。もし、30年未満で設定してしまった場合には、30年になります。そして、更新をする際にも契約期間の下限が定められていて、1回目の更新をする際には20年以上、2回目以降の更新をする際には10年以上の契約期間を定めなくてはいけないことになっています。また、更新をしたくない場合には、借地人は土地を更地にすれば自由に更新をやめることができますが、地主が更新をしたくない場合には、正当事由が必要とされます。次は、更新がない借地権、定期借地権についてです。
で、定期借地権のうち、一般定期借地権というのは、存続期間が50年以上の借地権のことです。再契約は可能ですが、存続期間の延長はできません。そして、一般定期借地権を設定するためには、後で契約の更新があるないで揉めると困りますから、きちんと書面で契約をする必要があります。ただ、もし事業をするための土地を借りる場合、事業が50年以上続くかどうかはわかりませんから、一般定期借地権を設定するのは危険です。そこで、事業のための契約であれば、契約期間を10年以上とすれば、50年未満でも定期借地権を設定することができるようになっています。このような借地権を事業用定期借地権と言います。で、事業用定期借地権を設定するためには、必ず公正証書で契約をする必要があります。それから、建物の用途が制限されて、事業用の建物を建てることはできても、居住用の建物を建てることはできません。で、それから、建物譲渡特約付き借地権というのは、存続期間が30年以上ある場合、存続期間の満了時に、建物を地主が直で買い取るという特約を付けた借地権です。続いては、借家権についてです。実は、借地借家法には、借家権という言葉は一回も登場しません。その代わり、建物の賃借権というふうに表現されていますが、建物の賃借権のことを一般的に借家権と言いますので、これからは基本的に借家権という言い回しで説明していきたいと思います。借地借家法でいう借家権は、借地権と同じように、使用貸借や明らかに一時使用目的のものは適用対象外となっています。そして、現実的には大家さんに権利の登記に協力してもらえないことも共通ですから、登記とは別の方法で借家権の対抗力を認めることにしています。借地権においては、それは借地上の建物についての登記ですが、借家権においては建物の引き渡しとされています。なぜなら、土地の名義人と建物の名義人が異なる場合に、借地権の存在を推定することが可能なように、建物の鍵を持ってそこに住んでいれば、家主の許可を得てそこを借りているんだろうと推測することができるから。つまり、借家権の存在を推定することができるからです。借地借家法には、この他にも借家人を守る様々なルールがあります。例えば、家賃の増減について、更新の定めがある契約においては、一定期間家賃を増額しない特約は有効ですが、一定期間家賃を減額しない特約は無効となるように、基本的には借家人に不利な特約は無効になります。それから、増作買取請求権は借家権固有の論点です。借家人は借家に勝手に手を加えることはできませんので、エアコンや畳などを取り付けたいなら、大家さんの許可を得る必要があります。そして、これらは借家人のお金で取り付けるわけですから、借家人が家を出ていく際に、大家さんに買い取ってもらうことを請求することができます。これが増作買取請求権です。この増作買取請求権は、特約によって排除することができます。これは、直感的には借家人に不利な条件ですから無効になりそうですが、増作買取請求権があるために、大家さんがエアコンを取り付けることを拒否して、借家人が真夏の暑い中、エアコンなしで過ごさなければいけなくなるというのは困りますから、
造作買取請求権を特約によって排除することは、必ずしも借家人に不利だと言い切ることはできません。造作買取請求権を排除することで、借家人が快適に過ごしやすくなるわけです。最後は借家権の種類についてお話ししていきたいと思います。借家権も更新がある借家権と更新がない借家権に大別することができます。まずは更新がある借家権、普通借家権についてです。普通借家権の存続期間は自由に定めることができますが、もし1年未満の期間を定めた場合には、期間の定めがないものとみなされます。1年未満のサイクルで契約を更新し続けるのは、外見上期間の定めがない契約であるように見えるということです。そして、借地権と同様に更新をしたくない場合には、借家人は自由に更新をやめることができますが、賃貸人が更新をしたくない場合には、正当事由が要求されます。で次は、更新がない借家権、定期借家権についてです。で定期借家権は、普通借家権と違って、1年未満の契約期間も定めることができます。ただし、後で契約の更新があるないで揉めると困りますから、きちんと書面で契約をする必要があります。そして、契約をする際には、賃貸人はあらかじめ賃借人に対して、契約の更新がなくて、契約の満了によって契約は終了するということを、書面を交付して説明しなくてはいけません。それから、契約の終了について、もし、借家人が契約の満了を忘れていて、明日いきなり家を明け渡してほしいと要求されると困りますから、契約期間が1年以上ある場合には、賃貸人は契約の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、建物の賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなくてはいけないことになっています。この期間のことを通知期間と言いまして、もし通知を忘れてしまうと、基本的に遅れて通知をした日から起算して、6ヶ月後に契約が終了します。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。